こんにちは、馬の八幡の浅野香織です。今日は母の日前になるとお問い合わせの多い義理のお母様への紫陽花の選び方について、性差別に決めてしまおうというご提案です。義理のお母様の性格はよくわからなくても、お誕生日ぐらいはわかると思うんですよね。そこで義理のお母様の星座を調べて、その星座別におすすめ品種をご提案していきたいと思います。ではお羊座のお母様から。性格は何でも大胆、行動力に優れ、とても情熱的で自尊心が高いということなので、私はビビアンをご提案させていただきます。名前も色と姿にも勢いがあって、はっきりとした色と尖った壁に主張を感じるからなんですね。お牛座のお母様、もっと食べなさいが口癖で、我慢強くて真面目な性格ということです。そこでご提案させていただきますのは、スイートアリス。美味しいものが好きなお牛座は、スイートと名のつく花がぴったりかと思いました。大きくボリューム豊かなのもお牛座さんらしくていいかなと思います。双子座のお母さん、友達なのか姉妹なのか、いえ親子ですっていう、好奇心旺盛で社交的、若々しいお母さんだそうです。でご提案するアジサイはその名の通りジェミニ。ジェミニはだいたい早咲きになってしまうんですけれども、軽やかな感じが双子座さんっぽくていいかなと思いました。次にカニ座のお母様、お揃いが大好きで子供にとことん甘い世話好きだそうです。でそこでご提案させていただくのは名安寿。桜色の優しいピンクが優しいカニ座さんっぽいということで、二枚貝のような花びらの形が包まれているような安心感を感じさせてくれます。次に獅子座のお母様、アイドルに夢中、責任感が強くておおらか。アイドルに夢中かどうかはわからないんですが、自分自身が獅子座のお母さんなので、ちょっと何かに夢中になる気持ちっていうのはわかります。で、ご提案させていただくのはサーシャ。太陽を感じさせる形。色が濃くて花が大きいので、華やかで目立つ獅子座っぽい感じのアジサイになっております。乙女座のお母様。心配性で過保護、真面目で几帳面、漢字がたくさん4つ並んでいます。そこでご提案させていただくのはエリーです。繊細さを感じさせる色と形、まとまった丸い形をしているのも、整然とした状態を好む乙女座さんに向いているかと思います。天秤座のお母様です。家と外で態度が違うんだそうです。博愛主義で自由にさせて見守ってくれるお母様ということでした。それでグレイスをご提案させていただこうと思います。天秤を持つ女神の衣装のような清らかな白のアジサイで、優雅な優美なという意味のグレイスは、上品に美しく振る舞う天秤座さんらしいアジサイだと思います。次にサソリ座のお母様です。家の支配者、グレートマザー、とても子供思いで愛情たっぷりに育てる性格だそうです。そこでユリカをご提案させていただきたいと思います。咲き進むに従って色が滲んだように広がっていくところが、家族のつながりを重んじるサソリ座さんっぽいということでご提案させていただきました。次にいて座のお母様です。スポーツ命、子供目線で将来性を伸ばしてくれるお母様だそうです。でそこでご提案させていただくのはエンジェリカ。
グリーンの入ったフレッシュな色合いがスポーツ好きな射手座のイメージにぴったりかと思います。射手座は弓矢を持った人間と馬の半々の姿をしているんですが、エンジェルもキューピッドだと弓矢を持っていますよね。ですので共通点があるなと思って選ばせていただきました。次にヤギ座のお母様です。子供のためなら全力で教育熱心で古風な頑張り屋ということで、雅をご提案させていただきます。古風でありながらも高級さがにじみ出てしまうような実力重視のイメージがヤギ座さんにぴったりかなと思います。和風の色合いもこうヤギ座さんに合ってますよね。次に水瓶座のお母様、十二星座一物分かりのいいお母様ということで、個人主義で天才肌、子供を全面的に信頼して育てるということでした。ですのでドリップをご提案させていただきます。雫型の花びらなので水の滴る水瓶にぴったり合うと思います。型にはまらない水瓶座さんには一見アジサイに見えないようなドリップの個性的な形がしっくりくるかなと思います。最後に魚座のお母様、可愛いものが大好き、のんびりマイペース、子供の気持ちを受け入れてくれるということでしたので、ケイコをご提案させていただきます。ケイコはパステルカラーで、赤もピンクもパステルカラーでふんわりしてフリフリっとしたビジュアルなので、こう夢見るドリーミンな魚座さんにぴったりかなと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっと難しい義理のお母様への母の日のアジサイプレゼントのご提案でした。気に入っていただけると嬉しいです。